9月4日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて10円48銭安い22,696円90銭で終えました。22,700円を割り込みました。トピックスも昨日に比べて 2.07 ポイントの下落で 1718.24 で終えています。東証一部全体の過半数にあたる1169銘柄が下落しました。上昇したのは全体の4割838にとどまりました。東証一部は軟調な動きとなりました。一方で新興市場には資金がやや流入しまして、マザーズ指数、ジャスダック平均株価ともども2日ぶりの反発で終えました。それでは日経平均株価の冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経平均2万3000円の節目がこの青い線ですが、先週末以降徐々に節目から遠ざかっている格好です。ただ今日も朝方安いところ下ヒゲを伸ばして2万2600円という節目が見えてきたんですが、さすがに2600円どころが見えてくると下値では拾いものも入ると、拾うような買いが入るということで、結局ヒゲからたくり上げるような、陰線とはいえたくり上げるような足で終えています。大引けでは10円安ということで、ほぼ昨日のレンジ内での株価の動きとなりました。それでは個別銘柄の動きですが、やはり建てる問題といったところが収束しません。建設ですとか不動産、特にハウスメーカーに幅広く売りが広がっています。例えば東証一部では1928積水ハウスです。昨日大きな陰線を引いて連想売りにさらされましたが、今日も引き続き売り直されました。今日安いところでは1764円50銭まで下げまして、積水ハウスは今日年初来の安値を更新しました。終わり値のところでは8円50銭安まで戻しましたけども、相変わらずのマイナス圏、続落となっています。一方で、今週重要な予定、週末にかけて雇用統計等々予定されていますけども、そうした外部要因に振らされないような業績のいいディフェンシブ系銘柄に資金が向かっています。例えば3064モノタロウであります。工具の通信販売などを行っている会社ですが、モノタロウはしっかりとした足取りですね。ほとんど最近の足は陽線ということで、きっちりと上値を追っていく格好。今日は6530円まで買われまして、今日の高いところで引けています。 2% を超える上昇でした。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。